ないか。はい。いいですね、そのいやいやさが。じゃあもう一回行くよ。催眠術にかかりたいか。かかりたい。よし。じゃあ拍手。はい、じゃあ行きましょう。はい。はい、じゃあちょっと結構ブランブランブランってもう肩の力が抜いて。はい。そしてしっかり握ってください。はい。しっかり握ってギュッと握ったら、はい、ハの字にしてね。はい。そして顔の前に手を持ってきて、はい。じゃあ指を出してください。指を出してしばらくは指をくっつけたままずっと集中してください。そして私が指を開いてって言ったら開きますよ。いいですね。開いてって言ったら開きます。そして私が3つ数えると指がどんどん閉じるって言います。そうすると指がどん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 閉じていきます。いいですね。はい、じゃあ行きます。はい、指を開いて。はい、開いて、そのまま開いたままにして。そう、1つ、2つ、3つ。ほら、これでどんどん閉じる。そう、どんどん閉じてるよ。そう、自然に。そう、力入れないよ。そう、どんどん自然に閉じていく。そう、どん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 閉じて、そう、指と指の間だけを集中してみてください。どんどん、そう、指と指の間だけを集中して。そう、そうすると、指と指、右の指、左の指が、お互いが力を出し合って、ぴったりくっついてきます。さあ、そこで、指と指に、例えば、接着剤塗って、その指と指の間を紐でギューって縛ります。さあ接着剤が乾いた後、紐を取ったら指ってどうなりますか？くっつくよね。そうくっつくよね。そう僕が3つ数えると必ずそういうふうにぴったりくっつくようになるよ。1つ、2つ、3つ、ほらくっついた。ほらもう開かないでしょ。ほら開こうとすればするほどどんどん開かない。そう開こうとすればするほど開かないよ。そう開こうとほら開かないよね。ほら開かない。ほら坊やも開かない。ね、開かない開かない。開こうとすればそれどんどん固まる。でも3つ数えたら開きますよ。1つ、2つ、3つ。もう開きます。はい、もう開く。はい、1つ、2つ、3つ開くよ。それかかりました？はい。それはかかんなかったね。今、この指がこの離れないっていう時に離れなかった人、ちょっと手を挙げてもらっていいですか？あ、結構いますね。じゃあその今手を挙げてもらった方はちょっと前に出てもらえますか。こういう風に指を出してくる。ちょっとね、そちらの皆さんもこういう風な指をしっかり利き手でやってくださいね。右利きの方は右で、利き手で、左利きの方ちょっと人差し指がちょっとやや前に出るぐらい。そうか、そうですね。でギューってそれ接着剤くっついてるのイメージしてもらえますか。さっきみたいにギューっとされてる、ギューっと接着剤でずっとそこだけのイメージしてね。ここだけ集中して自分もずっと力を入れて、入れたままでもいいでしょ。全然入れても力をグーって入れたままでいいですよ。はい、ずっと見てね。そう、そして私が僕が指をピンってやってこれがそのまま固まったら面白いよね。面白くない？面白いよね。見て、こうなって入ってるよね。これはどう？出てるよね。これがどうなってる？これなんの？ほら、カチカチ。ほら、もう開かない。ほら、開かない。ほら、開こうとすればするほど、どんどん開かないよ。そう、ずっと自分の力で開かないでね。自分の力で開くと、ほら、ずっと2つ、3つ。カチカチ。ほら、もう。先生、どうですか？彼と違う。先生。いや、だから嘘か本当か。もう彼が。あ、先生。いや、もう先生。信憑性あるじゃないですか。信憑性あるじゃないですか。ああ、先生。それだけ社長を否定しておいて。でも面白いでしょ。面白いです。面白いのよ。面白いのよ。坊やも今度覚えてよ。今度は逆に、坊やがかけれるようになると面白いよ。私が数を10数えます。10数えると、あなたの体は、頭のてっぺんから、足のつま先まで、鉄板を体の中を通したようにガチガチになるんです。そう、そして体が鋼鉄のようにダイヤモンドのようにガチガチに固まってなる。体が固まりますよ。1、2、3、4、
8、9、10。ほらガチガチ、もう一回ガチガチ。もっとガチガチになりますよ。どんどんガチガチになる。どんどんガチガチ。どんどん。もう一回僕が背中押すともっとガチガチ。一つ立つガチガチ。これ。じゃあ坊や坊や。あの世界一素晴らしいソファ。完全に取って体がふにゃふにゃになるよ。一つ、二つ、三つ。ほら。大丈夫です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 。はい、拍手。
らったがやん。はい、こんにちは、長野インターネット補足と申します。どうもこんにちは。今長野県は長野市に来ておりますけども、はい、催眠術、はい、まあ、そんなに珍しいものではないんですが、うんうん、実際に目の前で、かけたのを見たのは初めてなんですよ。あ、ちょっとそのことについてちょっと、うん、お話ししたいと思います。そうですか。自己紹介お願いします。どうも、催眠術師でやってまいりました、南電関連の社長の川原です。催眠術歴は何年ぐらいになるんでしょうか。もう20年だよ。素晴らしい、うん、催眠術をかかった人がいましたけども、ああいうかかる人とかからない人がいたんかなと思ったんですけども、うんうん、その辺どうなんでしょうか。あのね、基本的に催眠術っていうのはかかるかかからないかですけど、まあこれは分かると思うんですけども、はいはい、そうですね、大体7割ぐらいの人がかかります。はいはいはい。で、3割の人はもう全くかからない。ただ7割の中でも、そのうちのまた半分ぐらいの人は、中トランスっていうんですかね。あの、軽トランス、軽いトランス、中トランス、新トランスって言うんですけど、大体10人中3人ぐらいは全くかからず、そのうちのまた3人ぐらいが、中トランスまでがかかるんですね。で、軽トランス、新トランスというのは深いトランス、はいはいはい、これはもう究極のトランス状態なんですけど、はい、これにかかる人がだから、そうですね、10人中2人、3人、2人かなっていう感じです。うん。だから催眠術というのは全員が必ずかかるもんじゃないです。あ、なるほどなるほど。でもかかりやすい人っていうのはいらっしゃるんですかね。もちろんありますよ。うん。要するにかかりやすい人を見つけるために、うん、そういう方法っていうのがやっぱあるわけです。あ、なんかかかりやすい人は逆に言うと、その集中力がある人で、将来こう、ね、集中力を生かしてっていうようなことを先ほどちょっとお話にお聞きしたんですけど、その辺どうなんでしょうかね。そうですね、基本的にかかりやすい人は芸術家タイプだとか、スポーツマンとか、例えばまあ映画の監督だとか、はい、あとデザイナーだとか建築家とか、はい、要するにこの自分の中の想像を形にする仕事。なるほど。そういう人っていうのはイメージ力が強いんですよ。そういうイメージ力が高い人が催眠にかかりやすいって言われてます。想像力をアップしたり、積極的にしたり、消極的な人が積極的になったり、はい、まあどっちかったらメリット的にはいいメリットの方が多いですね。あ、じゃあ、あの催眠術かかるっていいことなんですね。もちろん、うん、僕はね、実はかからないんですよ。あ、そうですか。自分では、はい、だから逆にね、かける一方ですけど、はい、かかってみたいなみたいなどんなこう夢を持ってるんでしょうかね、催眠術で。そうですね、まあやっぱりまずはね、経験してもらって、うん、体験してもらって、催眠術というのはこういうもんだと。まあ未だにね、やっぱりそのインチキだとか、やらせだとか、はいはい、サンサイド、そういう方やっぱ多いですよ。まあでも実際はそうではないと。もちろんもちろん、僕でもそれはね、うん、しょうがないです。僕がそうでしたから。あ、そうですか。その人がやるようになったってことなんですね。そうそう、今日の催眠ショーもやりましたけど、はい、やっぱり今日だってね、あの最初、うん、全然そういうのを信じないっていう人がバリバリかかってました、ね。はい、そうですね、いや、いつの間にか組んだのかなと思ったんですけど。そうなんです。最初ね、だいぶ否定されてましたけど、そうです、後半になってでもバンバン勝っちゃいましたね。ええ、まあ、そういうこともあるので、すごく奥が深いと思いますので、はい、今後ともぜひ頑張ってください。ありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございます。